熱帯爪ガエルは、ピパカに属する小型のカエルの一種である。水性のカエルで、西アフリカ赤道付近の熱帯雨林を流れる、流れの緩やかな小川などに生息する。同族種のアフリカ爪ガエルと共に、分子生物学などにおけるモデル生物として広く、研究に用いられている。本種は、普通ピパカの爪ガエル族に分類される。爪ガエル族の種との形態的差から、 独立の熱帯爪ガエル属サイラーナが建てられることもあったが、分子系統学的解析からは、爪ガエル属の種との禁煙性が支持されている。本種は平たい体を持つ、比較的小型のカエルで、東道町は28から 55mm 程度である。メスの方がオスよりも大型になる。目は上向きに飛び出るようにつく。体には、 白色の側線器官が列をなして存在する。死は短く、ふっくらとして、その先には、水かきと爪を持った指が存在する。背側の体色は、開白色から黒褐色で、小さな灰色や黒色の反転が存在する。腹側の体色は、くすんだ白色、または、黄色味を帯び、暗い反紋もいくつか存在する。西アフリカ赤道付近のセネあるから、 カメルーンやコンゴ民主共和国に至る一帯の熱帯雨林に生息する。水生種で普通森林内の流れの緩やかな小川に生息すると考えられているが、北、ギニアやスーダンのサバンナでは水溜りやきにのみ出現する一家にも生息することが知られている。本種のオタマジャクシの東部本種は寒気には浅い小川に生息式の根の下や平たい石の下。 あるいは土手に開いた穴の中などに潜んでいる。そこで主にミミズや昆虫の幼虫、オタマジャクシなどを捕食する。雨季が始まると、それに伴って出現した水たまりを目指して、夜に臨床を移動する。主に草木の茂った大きな水たまりで産卵を行うと考えられているが、オタマジャクシは時たま食性の見られない泥沼でも見られることがある。 卵は植物に付着するか、水面近くに浮くこともある。オタマジャクシの口は大きいが、顎はなく、上唇には長いヒゲがある。ビブのヒレは、腹側の方が肺側よりも大きい。オタマジャクシの体色は大色を基調として、ビブは透明だが、より暗い環境では、ビブは黒色を帯びることがある。オタマジャクシは、水中の動物プランクトンを、露化接触する。 大きい池や川では、オタマジャクシは密な群れを形成することがある。変態は全長約5センチメートルの時に起こる。IUCN は、本種の保全状態を軽度懸念と評価している。これは、本種が広い生息域を持ち、また様々な環境への適応能力も高いため、個体数が安定していると考えられるからである。同族のアフリカツメガエルと同様に、本種も、 分子生物学研究におけるモデル生物として広く用いられている。特に4倍体であるアフリカツメガエルと異なり本種は2倍体のゲノムを持つため遺伝子数が少なく研究を進める上で有利である。全ゲノムもアフリカツメガエルよりも早期に解読されている。他にもアフリカツメガエルと比べて世代時間が短く体のサイズもより小型で 一回の産卵でより多くの卵を産むといった実験動物として有利な性質を複数持っている。日本においてはナショナルバイオリソースプロジェクトにおいて広島大学が実験動物としての熱帯爪ガエルの収集、保存と各研究機関への提供活動を行っている。熱帯爪ガエル及びアフリカ爪ガエルのゲノム配列をはじめとした生物学的情報は 全ベースと呼ばれるデータベースとして公開され、世界中の研究者が利用可能な状態となっている。ありがとうございます。